プロレスで人生楽しませてもらってるので、その素晴らしいプロレスエンターテインメントなんですっていうのをやっぱ知らない人にそれでも多く伝えていきたいな。普通のプロレス大会じゃなくて社会性の強い大会、障害者支援、青少年育成の集大成をここで見せる。僕の姉が障害持ってて、やっぱりなんか障害者は障害者、健常者は健常者みたいに分かれてしまうので、こう一緒に楽しめる空間っていうのを僕は作りたくて、あと障害者の方々にお手伝いいただいて一緒に設営とかまで一緒にやってます。試合する前にリング設営みんなでして、で撤収もみんなで、選手とスタッフお客さんで一つになって生まれる大会なのかな。それにやっぱ僕らも応えられるように試合をしないといけない。川崎市都市ブランド推進事業に選んでいただいたんで、川崎でも僕らは戦ってるんだって気持ちは絶対伝わると思う。とりあえず知らなくても伝わると思うんで、それを感じに来てほしいと思いますね。当社の方々のファンもだいぶ増えたので、オンテナっていう音で反応してこう振動に変えるというアイテムなんですけど、まあそれを導入して当社の方々を招待したいなと。あと大型の LED ビジョンをレンタルして、手話通訳士さんを差し出して実況解説を当社の方々も楽しんでもらえるアイデアねって仕掛けていこうかなと思ってる。去年の12月に今井ライムっていう耳の聞こえない選手がデビューして、僕はすごいと思うのがくじけないですよね。先生の明るさというか輝く光るものは持ってるから見てもらいたいなと思ってます。プロレスリングヒートアップは選手スタッフのみならずお客様を巻き込んで熱く熱くヒートアップする大会を行ってます。9月17日とどろきアリーナ待ってますよ。一緒に熱くなりましょう。とどろきアリーナヒートアップ。